です。さあバッターはバース。ここで打点を挙げればシーズン最多打点記録に並びます。西さん、初球打ち、右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ、三塁はセーフ。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックスには4番掛布、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。ツーアウトランナー三塁です。バッターボックスの掛布、今シーズンの得点圏打率は6割7分。3球目打ちました、ヒットになった。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のエスコバー。さあバッターは石峰、ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。初球打ち、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。試合を制したのは阪神タイガースです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、おかけになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りください。京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの21回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、野球やってて楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の上茶谷、どう抑え込んでいくのか注目です。真由美打席に入ります。
昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは和田、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれませんでした。いやー、これは残念でしたね。西さん、これでランナーがいなくなってしまいました。いいバッターが打席にいるので、バッティングに期待した方が良かったかもしれませんね。そうですか。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで9試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー、バース。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーは上茶谷、ここまで5勝をマークしています。インコースボール、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。切れました、ファールボール。さあ4球目は何か。インサイド落ちました。これはどうだ。セカンドの右抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチもセーフ。これで3連打、ワンアウトランナー三塁一塁。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。まずは変化球。バッターの掛布、今シーズン得点圏での打率は6割7分。2球目打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。タイガース1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0。タイガース試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。いきなりのタイムリーヒット、初回から先制点が入りました。ここで畳みかけたいですね。まあ次は勝負強いバッターですから面白いと思いますね。このチャンスに期待がかかる石峰、打席に入っています。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。引っ張った、サードゴロ、サード弾く、ボールを拾ってサードランナーホームイン。タイガース1点追加します。相手のエラーでの得点、2対0になりました。タイガースなおも2塁1塁のチャンスです。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。打ちました、取った、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。しかしこの回タイガース先に点を取りました。2回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。バッターはアリアス、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。まあでもよく伸びましたよね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。バッターは日戸、昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。タイガースホームランで追加点を挙げています。
西さん、勢いが出てきましたね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。2球目打ちました。ライト前ヒット。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。そして打席にはピッチャーという場面です。まあここは送っていいでしょうね。はい。さあ送ってくるか。初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。ライト前ヒットになります。セカンドフォースアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。打った。高く上がった。レフトバックする、バックする、レフトオーバー。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウト三塁二塁です。さあ初球は何か。引っ張った。これはどうか。取った。一塁送球。これでマルチヒット。ワンアウト満塁です。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。最初は変化球できました。ボールになります。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるの。打った。センター見上げると、入った。ホームラン。バースダメ押しの一発、グランドスラム。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング。追加点となるホームランが出ました。いや彼らしい見事な一打でしたね。ゲームはまだ前半戦、しかし点差はこれだけついています。4番バッター掛布、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方に注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ファウルになります。さあ2球目は何か。今のはバッターよく見ましたよね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。大きく外しています。次が4球目。打ちました。外、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあバッターは石峰。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。初球打ち、切りました。ファールボールです。次が2球目。これもファウル。この球は落としましたが決まりません。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから3回の裏タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。赤丸。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね、この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。打った。取りました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順は7番アリアス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。打った。左中間に大きな打球、レフトセンター入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース9対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。さあバッターは木戸。ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。
西さん、いよいよあと1本ということになりました。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ200本安打を決められるか。打ちました。2球目打っていきましたが、ワンアウトとなっています。ピッチャーに打順が回って、先発の桑田打席に入ります。まあミーとして前に飛べば何が起こるか分かりませんから、バットを出していってほしいですね。そうですね。ヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って真由美。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。引っ張った、サード取った、二塁送球、二塁アウト。バッターは2番和田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。ゲッツー崩れでランナー残ります。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、走塁成功。この点差で走ってくるとはちょっと意外でしたね。引っ張った、打球はレフトへ。ここは打ち上げています。筒香が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガース4回裏の攻撃になります。バース、バッターボックスに入ります。先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを打ちました。これは大きい、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。最初は変化球できました。大きく外れました。ボール先行です。ファウルになります。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファウルボール。打ち損じてしまいましたね。そうですね。またファウル。打ちました、痛烈な打球、右中間に強い打球、ライト届いた、ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース11対0、粘って粘って甘い球を待って見事に仕留めましたね。そうですね。打席には5番バッター石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のベイスターズの先発は序盤大量失点で交代した上田。初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を更新しました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ここでプレーを中断しまして花束が授与されます。いや、西さん、素晴らしいホームランでしたね。ここまでいろんなことがあったはずですからね、喜んでるでしょうね。はい、これも日々の練習、経験の積み重ねということなんでしょう。初球空振りです。2球目は何で来るか。体に近いところ、打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。まずは変化球から入りました。バッターボックスのアリアス、今シーズンの得点圏打率は5割。ドカーンと大きな当たりで突き刺さった、ツーランホームラン、なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース14対0。
いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の大貫。さあマウンドに上がったのは大貫、今シーズン21試合目の登板です。打ちました、切りました、ファールボールです。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった、これが今シーズン200本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。インサイド打ち上げました、弾き返した打球は右中間へ、ライト掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります、バッター真由美。今日は盗塁が1つあります。ワンアウトになっています。これはすっぽ抜けました、内に持ってきました、変化球タイミング合いません、ワンボールツーストライク。インサイド落ちました、ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。打席には2番バッター和田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだった、打った、レフトに強い打球、レフトが追いかけますが頭を越えました、バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー三塁二塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね、打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか、さあこの場面でサイクルヒット達成、打ちました、ライトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてサードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、追加点が入りました、タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。この掛布、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。何よりホームランを打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、タイガース1点追加します、フェンス直撃のタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。打順は5番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね、打った、左中間に大きな打球、さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します、左中間へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。6番バッター八木、いやさっきのツーベースは見事でしたね、ここも思い切っていってほしいですね、期待しましょう。さてバッターの八木、バッターとしてはどういう特徴がありますか。打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。チャンスの場面で見逃し三振、スリーアウトチェンジ、しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。これから5回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、バッターはアリアス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね、この打席も期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は8番木戸、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース空振り、スライダーが決まります。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。打ちました、いい打球だ、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、そのままスタンドに入りました、ツーランホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン、追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、
次はピッチャーの打順ですが、先発の桑田バッターボックスに入ります。今日は当たってますからね、もう一本ってこともあるかもしれませんね。そうですね。ロペス掴んで一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って真由美、今日は盗塁を一つ成功させています。ワンアウトランナーなしです。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうだ、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。センターライナー掴んで、これで2アウトです。今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。甘いコースだったんですけどね。ノーボール2ストライク。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割2分6厘となっています。いや素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手ですね。ここもやってくれると思いますよ。ああそうですか。これが5球目。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも選球を打ちました。いい当たりだ。右中間に大きな打球、ライト飛び込んだ。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りましたタイガース。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには5番石峰。さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。内への変化球は決まりません。ボール先行です。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうか、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いやツーボールでしたからね。 1,2 の3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも。バッターボックスは6番八木。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のパットン。さあマウンドを任されたのはパットン、昨日に続いての登板となります。初球空振りです。大きく外れてボールになります。打ちました。痛烈、切りました、ファウルボールです。4球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。ここまでのハイライトです。1回の裏、一打先制のチャンス、4番掛布ライトへのタイムリーヒット、タイガース先手を取ります。2回の裏、この回の先頭バッターアリアス、初球から狙っていました。タイガース1点を追加します。続く攻撃、グイが埋まって3番バッターバース、甘く入った球を振り抜きました。タイガース4点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。
一方ベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーがマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのはエスコバー。昨日に続いての連投となります。今の初球甘い球でしたね。まあ、やはりピッチャーの代わり花の初球は狙っていかないといけませんね。なるほど、そうですね。高めに決まりました。ツーボールツーストライクです。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは桑田。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。インサイド落ちました。宮崎が抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。ワンアウトになっています。打ちました。レフトに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー三塁二塁。2番バッター和田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど運がなかったですね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。打ちました。センターへ打球伸びる。さあサードランナーはどうする。タッチアップ。これはどうだ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。タイガースちょっと一方的になっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これが2球目。低めの変化球見送りましたがストライクです。打ちました。ファウルになります。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。エスコバーが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース犠牲フライで1点を追加しています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。この球は外れています。さあ3球目は何か。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。一二塁間外押さえてワンアウトです。5番バッター石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく初球打ち。センター下がっていく下がっていく。フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。2塁を送ります。タッチはアウト。これで2アウト。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。タイガース。バッターボックスには7番アリアス。打ちました。これは大きい。伸びていく。これはファウルになりそうです。ファウルです。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。三塁線宮崎抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号14石田がマウンド上に上がっています。さあマウンドを任されたのは石田。今シーズン40試合目の登板です。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターは今日の先発ピッチャー桑田。デッドボールのランナーが出ています。
初球打ち、一気に左中間へ、これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。ボールになります。バッターボックスの真由美、今シーズンの得点圏打率は5割3。引っ張った、レフトの前に落ちる、ホームに送球、これで3打席連続のヒット、ノーアウト満塁です。緩い変化球、まずは見送ります。打ちました、これはどうだ、ショートの横抜けた、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、タイガースなおも満塁のチャンスです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずはストライクを取りました。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が2球目打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライでワンアウト。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずは変化球、際どいところですがストライクになります。ここはあっという間に追い込んでいます。危ない球です。打ちました、取った、二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。バッターボックスは5番石峰。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。タイガース内野ゴロの間にランナーはホームまで帰ってきました。打った、高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました、タイガース。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね。バッターボックス八木、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回タイガース5点を追加しています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや、本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。お席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。